視聴者の皆様、いつもにチャンスカットムービーをご視聴くださりありがとうございます。ありがたいことに、この度チャンネルの登録者数が10万人を突破いたしました。皆様の応援、サポートのおかげで、ここまで大きなチャンネルになることができました。本当に、本当に、ありがとうございます。そして今回、10万人突破記念ということで、ファンの皆様に、日頃の感謝の気持ちを込めて、ひよこみんの LINE スタンプを作りました。なんと、今回スタンプ作成のために、ひよこみんの作者であるチョコナス様に、直々にお願いをして、当チャンネル専用のひよこみんスタンプを作成していただきました。かねてより視聴者様から寄せられていた、スタンプが欲しいです、のコメントからは、ひよこみんへの愛を感じることができ本当に嬉しかったです。しかし、著作権の問題があり、実はかなり難しい状況でした。ここで、コッコ先生のこれは漆黒。ひよこみんのイラストは、イラスト AC というフリー素材のサイトから、ダウンロードして使用しているっぴ。そのため、著作権はサイト側にあり、本来スタンプやグッズ販売などに使用することは禁じられているっこ。しかし、どうしても視聴者様のご要望にお答えしたい。という気持ちから、イラスト AC にはないオリジナルデザインでスタンプを販売するという形を取ったっこ。著作権はチョコナス様にあり、違法ではないから安心してくれだっこ。スタンプに使用しているイラストは、今後動画内でも登場することがありますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。2チャンネルスカットムービーでしか見られない貴重な姿をお届けするっぴ。では、スタンプの購入方法についてです。今回のスタンプはひよこみんスタンプという名前で販売いたします。作者は2チャンスカットムービーになるので、どちらかで検索すると見つかります。また、チョコナス様が最近オープンさせたフリー素材サイトを概要欄に載せました。ひよこみんの仲間がたくさんいるので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。最後になりますが、視聴者様一人一人の動画のご視聴、高評価、コメントが、運営スタッフの活力となっております。ここから新生ひよこみんも加わり、さらにパワーアップしてまいりますので、これからも2チャンスカットムービーをよろしくお願いいたします。皆様の日常の中で、つかの間の癒しや笑いになれれば幸いです。スタンプ待ってたよ、のコメントや高評価、楽しみにお待ちしております。